はい、シューチャンネルのシューです、午前中ですね、畑の草取り作業終わって、今からですね、今午後の4時なんですけど、日差しもようやく弱くなってきたんで、今から畝を耕して肥料を入れて、なるべくちょっと一部植え付けまでですね、頑張ってしていこうと思います。ちょっとですね、棚もしっかり、組み立てて、あとはちょっとビスで補強しながら、していくんですけど、だいぶ見れる形になってきたんで、今回はそうですね、棚でトマトとか、キュウリ、あと、ゴーヤなんかもね、いろいろ育ててみたいと思います。だいぶ午前中に、刈り取ったというか引っこ抜いた草もしぼんできてますね。水分を受けて棚が今だいたいこんな感じです。去年置いてたね、プランターがありますけど、プランターの下にずっと抜いた草を積み重ねてたんで、それがブロック塀1個分かな、沈んでますから、だいたいね、取った草が10分の1になるって言われてるんで、そうね、これで土になってるんで、そこはもう耕せばすぐ、栄養のある土なんで物が育つと思います。今日はですね、今前傾で今目の前の、もうすでに耕しているところと、ここの1、2、あとどこかな、ここかな、3、畝かな、まあここら辺できたらいいなと思ってます。結構な広さですよね、これで。ここね、ぐるっと回って1、2、ここの畝はね、ちょっと土が硬いところで、去年はピーマン、シシトウなんかを作ってました。ちょっとね、母親が水やりすぎてピーマン枯らしちゃったりしてたんで、ここは多分肥料がだいぶ残ってるところですよね。いろいろ種物も買ってるから、そこら辺を、芽吹かせて植えていっても楽しいかなと思います。それじゃね、今からゆっくり、ゆっくりはダメだな、ちょっとまた急ぎで、今日中に終わるように作業をしていきます。やっと日が陰ってきましたね。今ね、ざっくり1時間ぐらい作業してます。意外とですね、何年も耕してたので、前回植えてたね、野菜の根っこが、やっぱ残ってて、土が結構ふかふかになってたんですよ。だからですね、2、3時間かかると思ってた作業が全然早く済んじゃうんで、ちょっと予定を変更してね、追加で3畝から、6畝かな、7畝ぐらいをちょっと耕してみました。根っこがね、土を耕すっていう風によく表現されることもあるみたいだけど、やっぱりリレー栽培とかでね、野菜いっぱい植えちゃってると、根っこ自体がですね、張って、またそれの上の野菜の、茎の部分、葉っぱの部分とか処分するとね、根っこが残って根っこが腐れてしまうから、それがまたね、土にいい影響が、あって、そのふかふかにね、土質を変えてくれるっていう風になるんですよ。で、あらかたね、今ね、耕したので、ここはちょっとね、根っこ浅く張るやつね、ピーマンとかそういうの植えてたんで、サザエせいぜい30センチくらいかな、深さ。で、ここなんかだと、ちょっとね、粘土質が多かったんで、ここはある程度耕した後にね、乾燥させて土を崩していくっていう形で、またね、進めていきたいと思います。ここなんかもね、土がすごい良かったんで、もう今すぐにでもね、マルチ張って肥料入れたら何でも植えられるレベルかな。ここもね、やっぱり成績の良かった畑の畝は、土もやっぱり良くなります。今ここね、棚ですけれども、ここちょっと今ね、整地をして、あと、どうかな、考え方としては根を伸ばして届く範囲に、肥料を入れてやれば、これだったら下の方、この下の方にね、今指さしているところに肥料を入れたら、上の部分から根っこを伸ばして、植物がしっかり根を張ってくる。で、高畝にして、これでだいたい40センチぐらいでしょうね、30センチから。
うん、高さがあるので、ここも今からマルチ張ればこうね上に伸びていくような植物をしっかり植えられると思います。考えてるのが、キュウリあたりかね。キュウリをこういうね棚で育てるっていうのはなかなかあんま見ないんでね、育ったらそれなりに面白い、風景になるかな。でもう暖かくなったんでね、今ここにいるけども、トカゲね、カナヘビなんかもちょこちょこ草刈りしたら隠れてたのが出てきてね、こちらは虫を食べてくれるんでね、いっぱいちょっと増えてもらいたいぐらいで、うん、他の土質もね、これちょっとね、鉢植えの余ってた土を足してるんで、結構栄養もね入ってると思いますので、今からちょっとここからマルチを張って植え付けに入りたいと思います。うん、ただねちょっと1時間かそこらの作業で結構今日は進みましたね。うん、それではちょっとねまた作業続けて後で、状況報告しますんでよろしくお願いします。
るよ。はい、だいぶ、また3時間ぐらい作業しまして、すっかり日も暮れてきました。今日ちょっと予定外でですね、子供にさっきみたいに邪魔されたりとかして、進みが悪かった時もあったんですけど、なんとか目標のね、スナップエンドウと、スイカと、キュウリで植えることできまして、残るは種まきと、あとはあれやね、トマトの王様かな、それ負けたら、とりあえずね、買うてきた苗は終わるんで、そこからまたいろいろまた忙しくもなるから、ぼちぼちまた進めていきます。最後に今植えたやつのね、簡単な、紹介をして今日は終わりにしようと思います。はい、今日ね植えました、スイカですね。ここがちょうどね土手になってるんで、どうにかちょっと利用できないかなと思って、スイカをね植えてます。スイカを土手に這わせて、まあ、ここも道路まで行かせてですね、またね掘りやすいように、まあ、無駄なスペースをなるべく省くという考え方で今回植えてます。スイカは2種類、植えてます。ちょっとね株がね真ん中に、なんか別のが埋まっているように見えますけど、根菜って言って、スナップエンドウを、植えてます。まあ、地を這うようにしてね、育つ紅子玉ね、スイカ、それでだいぶね育て方も変わってくるんで、根菜しても十分育つだろうと思いますですね。はい、次にですね、これ、この間移してた、分かりにくいけど、ウェルカム、アスパラガスですね。肥料はねたっぷり入れたんで、今から一気に育つと思います。マルチで覆わないのは、枝がね分かれてどんどん生えてくるんですよ。だから草取りがちょっと大変になるけども、まあ、ちょっとこういう裸の状態で畝立てて植えてます。もうちょっと土が乾燥して崩れやすくなったら、きれいに囲うなりしてね、畝も形も整えていこうと思いますので。あと今日植え付けた最後が、ここねキュウリです。ちょっとでマルチを横に伸ばして、この土に見えるところは草が生えないように、ビニールを下に引いて土かぶせて覆ってます。これでだいぶ手入れが楽になるはずなんで、こちらも2種類ね、シセンと、夏スズミやったかな、植えてます。予定ではこのねてっぺんまで来て、4株分なんで、まあ100、200本ぐらい取れたらですね、御の字かな。ここは土がいいので、うまくいくと思います。あと近所の人からね、里芋ももらったので、これもね植える場所を考えながら、今後植えていかなきゃいけないかな。3株なんで、そうね、2メーターの1メーター幅あればね、芋1個でマックス60個取れるはずなんで、なるべく30個くらい目指して、ぼちぼち、準備していこうかなと思います。はい、それではですね、今日の作業は賞味6時間かな、終了します。思ったより、早く、作業が進んだんで、そうですね、今度は2、3日したらまた休みなんで、また一気に進めていけたらと思います。以上、シューチャンネルの、今日の家庭菜園でした。